図取調べ係は、1885年文部省内に設置された部局で、東京美術学校の直接の前身である。1880年代半ば頃の日本では、国水保存の主張や日本美術、日本画復興の機運が高まりを見せ、その一方で1883年工部美術学校が廃校になるなど、西欧風美術教育は交代しつつあった。 こうした状況を背景に1884年文部省内に設置された図画教育調査会の決議に従い、1885年同省の専門学部局内に図画取り調べ係が設置された。同係は、浜尾慎夫、委員長、岡倉角三、フェノロサ、加野智信を委員に西欧の図画教育の実態調査を委嘱され、 翌1886年岡倉とフェノロサが欧州の調査旅行に出発1887年に帰国した二人は日本美術と西欧美術との詳細な対比に基づき日本の美術教育における毛筆画の意義を強調し実利を目的とする美術画法を導入することを提唱したこの報告は日本復興や国水保存を主張する人々の間で歓迎され 文部省は美術教育において従来の鉛筆画と並んで毛筆画を使用することを認めた。この後激しい鉛筆画、毛筆画論争を経て次第に毛筆画が美術教育の主流になるに至った。取調べ係は1887年10月東京美術学校に改校されて開校の準備が進められ2年後の1889年正式に開校。 美術専門家、教育者の育成にあたることとなった。ありがとうございます。